はい、どうもいいです、ドラフトのみのペナントを制すやっていきたいと思います。とりあえず海外留学帰国選手まで43日なんで、そこまで行こうか。意外とかかるな。まあでもそんなにかかるってことは、それぐらいパワーアップして帰ってきてくれると信じて43日間待ちましょうか。マジでピッチャー頑張ってくれ。打線はゴミだから、打線は良くないから、マジでピッチャーがなんとか頑張ってくれないときつい。誰かが苦戦しております。誰ですか？タジリンですか？1ヶ月なんとか持ちたいと思ったら意外と勝っている。意外とあの2人がいなくても。あーちょっと待って、テラサーが全治1ヶ月の怪我した。ここに来て抜けるか。テラサー2割並ぶか微妙だな正直。外野がいなくなったから外野を補充したいところだな。まあ、城島だな。外野も折れるし。打ってんの？どうやって勝ってんだこれ。4番1番竹山、ちょっとルーキー使うか。ここ使うとこねえな。いや、クラ DH 使うんだったらファーストで使おう。でここは芥川龍之介を外野で使う。外野 G か。外野できるやつは外野いい。野沢雅子で9番。竹山ちょっと5番打ってもらおうぜ。2割2分4厘か、きついな。なんでピッチャーがいいのか。そうでもないね。抑え、まあ打たれてるやつと押されたやつがはっきりしてるな。宮前行く？変化球お化け宮前。変えようか。古木はちょっと様子見たいね。で抑えはいいと。抑えてるな。西谷も抑えにしたいんだよな。西谷抑えに申したいな。32歳か。もうちょっともう引退だな。抑えは引退ですな。北田が頑張ってるんで守護神の座を与えましょう。でこいつはちょっと一回ビハインド行ってもらおう。リード時。おーすごい配線処理だが頑張ってる。先発に上げてあげよう。いや一人先発お試しはこう中継ぎに置いときたいね。で調子よかったら先発に上げるみたいな。で先発の調子悪いやつを下げるみたいな、そういう感じでいきたいです。こいつも勝利投手だな。こいつも勝利投手。鎌田はエースになってもらいたいんで、いやもう勝利投手でいいや。中継ぎはそこそこ頑張ってるんで、みんな勝利投手でいこう。まあ、投手のおかげで勝ってるみたいなもんか。だから勝ち負けがはっきりしてるな。抑えてるやつは抑えてるから勝ったり負けたり、勝つときは勝つけど負けるときは負けるみたいな感じだろうな。ソフトバンク強くねえか。もう独走対戦入ってんだけど早くねえ。ちょっと早くねえかソフトバンクさん。10日お早乙女が完封したな。これもしかして完封か6回無失点とか。もう6ゲーム差ついてますけども、ソフトバンクさん。タジリンが調子悪い。ゼフ長、DH 打ってないな。2割ちょっとひどい打線だな。打線がひどすぎるな。北田打たれちゃったか。3点台ちょっと下がってきたね。だがみんな下がってる。浅川どう？古木下がってきた。ちょっと下がってきたね。石野がすごくなってる。
ただうーん、まあまあまあまだ帰れないよね。先発陣が頑張ってますね。まあ、ここの試合、この試合耐えたら帰ってきてくれる。みんなでこの試合耐えるんだ。クラー、堀江、あ、大谷がいた。え、大谷が見えたら今ホームラン打たれてるし、2本もホームラン打たれてる大谷に。いやー惜しいな。大脇は惜しかったな。肩か。前川ミートがあった99点。あー大脇は外れだったな。コリアンリーグ、おとなしく1年我慢してコリアンリーグ行かしてよかったな。だがミート S99、 よしいいぞ。田沢作業1回で大脇上げて、竹山1回下がろうか。2割3分。だからファースト、まあファーストいいバッターか。前川 DHF だから DH に行くか。まあ外野持ってもいっか。別に DH が入れたい選手がいないんだよな。近沢変えて芥川にして、センター大脇、センター大脇はないな。センター山木、ライト大脇、あー長塚もいいね。チャンス C、 チャンス D、 2番4番3割8分めっちゃ打ってんのこいつ。1番2番3番4番。1番2番3番4番5番。うーん、春田5番にするか。 DH で使いたいやつがいねえんだよな。そうなったらこいつを DH で使うべきか。もしかして岩上 DH で使えるんじゃないか。岩上ちょっと DH で使ってみよう。岩上を DH で使うために1軍に上げます。城島下げよう。守備かミートでしょ。こいつ弾道だな。弾道4にしよう。うーん、守備かパワーだな。2年目23歳であの能力はマジでバケモン。救世主になってくれ。うちの5連敗。あー勝てねえ。初めてのクライマックスシードが勝ってんだってお前らの手に。春田がこれのノリ。近沢が3週間の怪我だから近沢は別に試合出てないから。よしマジック点灯まで俺は止まんねえぞ。あ、ドラフト能力判明してるみんな。あ、みんな井端が1週間の怪我してる。宇都宮がノリノリ。宇都宮がノリノリになった。ピッチャーのノリノリは信用なんないけどね。5点台か。うーん、入野行くか。どうしよう。中継ぎ陣宇都宮上げた。浅川古木一回下げるか。一回馬淵行こうか。いや西谷下げよう。変化球すごいんだけどな。ドモンがいいね。調子フォークマックス、クソ強い。田沢が良くなった。上げようか。大脇、大脇くん。お、3割6分5厘やっぱりいいね。 DH 大脇くん3番打ってません。3番降格。9番ライト大脇。9番の次は何番だ。1番です監督。
それぐらい言ってほしいね。村田みたいにやっぱり。ここで高卒2年目の選手をキャッチャーを DH で使うという森友哉みたいなやつかな。高卒ルーキーを1番サードで使ってるからね、うちは。逆だな、こいつら3番、4番の井端も打ってるからね。森笠のキャッチャーよりどっちの岩上のキャッチャーの方がやっぱ強いのかな。どっちの方がいいんだろう。やっぱキャッチャーあえて強いよな。でもここで森笠がスランプ入れました。おやー、大脇くん、大脇くん、大脇くんが調子悪いな。まあまあ使うな。大脇も森笠のキャッチャーあえて消えないよな。ゼフ長でも消えないよね。消えてんのかなこれ。ゼフ長だけ。ゼフ長の時はキャッチャーへ消えるか消えないか問題も誰か検証してほしい。あ、なんかぐちゃぐちゃだ、ぐちゃぐちゃだ、すごいことになってる。まあとりあえず3位、3位でなんとかなんとか6月は耐え切ってくれ。7月まで、7月までいったら俺が一回止めてやるから、それまで耐えろ、頑張れ。あ、2位じゃん、3位じゃん、2位じゃんって言った瞬間さ、お、食べがノリノリになった。安川食べがノリノリました。安川食べのお前ら先発やるか、両方とも。安川って食べ中継ぎだな。北田一回下げるか。まあ、ルーキーの能力判明してると思うんで見ていこうか。ドライチ、芥川、わあ、高卒だった、これ強いね。頑張って、高卒ルーキーながらいきなり試合に出てます。2割8分7厘打ってます。食べ、1軍に上がってきました。竹山、まあまあ悪くないでしょう。深沢、もうまあ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 いいね。石田、まあまあまあこんなもんでしょう。みんな別に悪くねえ。野手陣どうだ。前川2割9分9本3割12本3割4分8分17本3割7分、こいつはまだ3割7分ってんだ。2割8分下がっていたね。1割9分9厘。お前は何、お前は何なんだこいつは。山木の森笠外す。これ堀江3割打ってるからな。堀江を使いたいね。 DH で堀江使えるからな。対右だけ外してみようか。堀江が打たなくなったらまた使おう。 DH1 割9分9番しっかりしようぜ。9番、4番にしようと思ったのにね。大滝がノリノリ。ああ誰だ誰。あ、渡瀬が帰ってくんだ。渡瀬何年やったんだ。3年ぐらいやったのか、アメリカで。まあリアルだな、3年で帰ってくるって。なかなかリアルだ。あ、大滝どうせダメだよな。土橋と変えようか。配線処理ビハインド。どうしよう、抑え誰にしよう。宇都宮か、やっぱり。みんなもう勝利投手でいいからなんとか投げてくれ。あとは中継ぎ陣がなんとかする。うちの野球はそういう野球だ。芥川がさ、せっかく高卒ルーキーで試合出てるのに怪我をするな。怪我を、そういうやつはいつまでもレギュラーなんねんぞ。寺澤あげようか。寺澤も怪我してたからね、帰ってきた。サード誰やる。クラやるか。ここで、ここでクラがサード復帰。3割5分2厘すごいな。こいつキャッチャーやっても全然打つじゃん。クラ、前川サードできたよな。堀江外野させようか。こうしよう。
まあ首位はちょっと無理だな今年は。ソフトバンクが強すぎるわ。今年のバンクが強すぎる。なんとか2位狙いで、前川がスランプになった。なんとか2位狙い、オリックスに勝ち越そう。おスモン、すごいね、マジック、マジック30何本、オールスター前でもうマジック点灯してるからね。ノリノリじゃなくなったみんな。安かでも3点台か。徳丸ちょっと下がってきたら一回下げないとな。飛ばし一回上げようか。安はどうするか、一回我慢するか。タムラ1回上げたいんだよね。大竹下げるでしょ、大竹は下げる。それまち行こうか。 1.08 すげえ。 3.22 ちょっとさ打たれてきたね、石の。下げて西谷で休んだでしょ、石戸。レッツゴー。宇都宮土門はいいね。土門は確認選手なのかな、もしかして。活躍したり活躍しなかったり、活躍した次の年は活躍できないみたいな。食べどうしようか。古木は、あ、コントロール A になってる。勝利投手、勝利投手、勝利投手、勝利投手。ナンジョルノだけやっぱエースだから、やっぱ投げてもらいたい。イニング後。まあ今年は、クライマックスシリーズはまあいけるでしょ、このままいくと。芥川の怪我は回復した。使ってあげましょうか。ただし、クラが打ってたら買えます。あー、クラ打ってるな。せっかくレギュラーのチャンス作ったんだけどな。でも2割9分3厘やってるのか。でもホームランが少ない。2割5分6厘がいる。よかったな、チャンスが出た、チャンスがもらえたな。2割打ってないやつが1人いたんで、芥川君にチャンスが回ってきました。6番7番8番9番こいつ、もうこいつはずっと9番打ってもらおう。こいつは9番ライトだな、ライパチじゃなくてライク、ライクだな、ライク。まあもうソフトバンク優勝だもん。これ2位もいけそうだな。2位だと本拠地できるんでね。前川が全治6日。2位いけそうなんで、ちょっと疲労を考えていこう。岩川疲労溜まってるね。若手使おうか。若いのって言ったら森谷とか ?28 かこいつ。深沢ルーキーだよね。24行こう。レッツゴー23。食べようがすごいね、こいつ。0.44 ってどういうこと？まさか23歳。行こうか。早乙女1回下げて、土橋も下げて、横打ち。内海も1回下げようか。これ、衰えてるよな、内海。ちょっと疲労の色が見えてるね。石野、野手も、まあ途中交代で、みんな途中交代でやってくれ。まあ赤い疲労になってるやつはいないけども、ここら辺からやっぱり試合出てずっと出てる。3割3分6厘、こいつすごいな。しかもキャッチャー C じゃん。もう正捕手でいいよな、こいつ。岩上正捕手か。そうなるよな。キャッチャーでこんだけ打ったらな。打てるキャッチャーがうちのチームにも現れました。ソフトバンククソ。ああ、長塚は全治3週間の怪我。全治3週間。あ、だ、まだ大丈夫か。クライマックスシーズンまで帰ってきたらいいや。とりあえず、まあ、クライマックスシーズンはいけるんで。まあ、春田は。休暇だと思ってゆっくり休んでくれ。
よし、クライマックスシリーズ進出決定。あとは2位に確実になる。芥川が全知識。もう、クライマックスまでには全結果回復しておけよ。長塚家が回復した。あとは春田だけだよ。あ、芥川か。芥川も家が回復した。よし、シーズン終了。あとはクライマックスシリーズ。まあ、ちゃちゃっとファーストステージは勝ってね。初めてのクライマックスシリーズ。ファーストステージ。ファーストステージはもうスキップでいきます。まあ、勝たないといけないからね。鎌田でいいや。山木を変えて、寺沢行こうか。寺沢ガイアどう行くか。芥川。芥川俺 DH で使ってたの。サード守備うまいのにね。2割6分中だな。期待外れたな。よし、勝った。前川がホームラン2本持ってる。初回先頭打者本塁だ。田沢上げるか。多分下げるやつもいないよな。キャッチャーは3人体制でいいや。D あるんだよな。さあ、2割7分か。2割5分り。テラサ使おう。9番。対左は森笠使うか。対左ももう岩上でいいか。3割2分4に打ってるんだったら。ただちょっとね、疲労が心配なんだよな。まあ、クライマックスシーズンそんなこと言ってなんねえか。行くぜ。反町変えて、ここで岩川内海を上げるしかないな。疲労なんてもう知らない。守護神内海。ビハインド、ビハインド、リード時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 、ビハインド。二村下げておこうか。下げるだけ下げとこう。鎌田も一回下げよう。いや、まだクライマックスシーズン投げるかもしんないな。投げるか、こいつ。まあいいか。活躍したしね。ちょっと様子見で。ああ、負けたか。ファーストステージぐらいは軽く突破してくれないと困るんですよ。宮前さん、宮前プロ3年目に来て急成長。変化球がクソ伸びております。球速は2キロしか上がっておりません。頑張れ。よーし、大勝。14対1クソ強い。うわー、打ってます。テラサーがすごい。大脇も打ってる。4安打。下位の2人が大暴れ。まず2人ともやっぱ上位を打てる力はあるからね。能力的にはミート、片やミートへ、片やパワーです。の2人が8番9番を打っております。強力な打線だぜ。うちはクライマックスシリーズ初めてのクライマックスシリーズファイナルステージ、初めての先発はここで岩川を使います。中継ぎの、おーっと、監督ここで岩川を起用してきた。今年1回も先発してない岩川。中継ぎで防御率 2.3936。 実は岩川去年先発をやっていた時期もありました。だが芽が出ず2軍に降格。そして1年間体を鍛え直し中継ぎとして頑張ってまいりました。その岩川がまたまた先発のマウンドに上がります。果たしてこの采配吉と出るか凶と出るか、皆さんご覧ください。岩川の先発ラストチャンス。これで岩川が抑えなかったらもう二度と先発にしません。嘘です。もしかしたらそれかもしれない。でもそれぐらいの気持ちを持って岩川にはマウンドを、岩川にはそう言ってる。お前
今日の試合で抑えなかったらもう一生先発させねえからなっつって、そういう気持ちに臨んでほしい。うちは本当中距離ヒッターが多いね。3割8分24本ってすごくねえか。そういう気持ちに臨んだ岩川ですが、お抑えてるじゃん岩川、ほらやっぱ頑張ったね。葉っぱが効いてんな、俺の葉っぱが効いてんじゃないか。いけ高橋で、こいつ抑えか本当に。9勝3敗12セーブしかしてないんだけど、ここで9番うちの上位に回りますよ。ランナーは芥川、アンダースローの抑えてすごいな、まあ、アンダースローは先発もいないけどね。第3球を投げた、テラサは去年1年間1軍に上がることができませんでした。1軍に上がってたか。ここで前川、いいやそれ打たないと。ミートクソでかいやな、やっぱりミート99だからね。現役選手で一番ミートがでかい男。よーしバカー、はいバカー、飛び込む意味ない、何やってんの。サード誰だ、サード安田か。浅村すげえ3割5分。横瀬すごいな、3割5分9厘。てかうちの3割8分24本115打点めちゃくちゃすごくないかこいつ。しかも代打丸ついてるし、阿部日もついております。チャンスいいになっております。上位に置くと大体チャンス弱くなるの何なのこれ、どういうあれ、どういう仕様。頼むぞ、3割1分7厘15本59打点、ゲッツーだけは避けてくれ。はい、お疲れさんです。山岡が良かったな、頑張ったんだよ岩川も、悪くないよな岩川も、先発して十分の役割を果たしてくれました。絶好調の選手いたら一軍に上げよう。安池、ここで安池先発いこうか。うちはもう絶好調の選手をガンガン起用していくよ。能力的には悪くないからね、特能がちょっとあれだけど、だが悪いところは消えている。ここで森笠が絶好調、使うでしょう森笠。9番キャッチャー森笠、扇風機の消えた森笠は強いぞって思ったけれども、もともとミートが F パワーが D だった、弱えな扇風機が消えたところで、弱い、弱すぎる。だがピッチャーをリードする能力、それはあるはずだ。うちの打線がひなすぎる件について、あー2試合連続抑え込まれてんなピッチャーに。ソフトバンクの強みはピッチャーかな、高橋でがやっぱ抑えなのかな、もしかして抑えなのかなこいつ。12セーブしかしてないけどね、シーズン途中から抑えになったパターンか。うちみたいなもんか、うちも抑え固定できてないからね。とかあと失敗したらもう終わりじゃん、あと1敗したら、ここはやっぱエース南條でしょう。あと1敗したら終わりのところは南條でしょう、南條るのでしょう。いや岩上すごいね、高卒2年目で5番キャッチャーだからね。森友哉よりすごいんじゃないか、森友哉でもやっぱり高卒2年目の場合は DH でしょ1年か。キャッチャー持ってるからね、圧倒的正捕手だった森笠からキャッチャーの座を奪って、打ってキャッチャーの座を奪ったな、打ち勝った。あと森笠がすごい劣れたっていうのもあるけどね、すごい勢いで劣れたもんね、超早熟だったから。なんとか首の皮一枚つながったところで、ここで第2のエース奥脇、今シーズン3敗しかしておりません。ここで堀江くん使おう、1番 DH 前川、
前川の守備の負担を減らして打撃に専念させる効果があります。堀江を外野に置くことによって、堀江の外野守備はまあうまいとは言えないけどいいだから、外野適正いいだからうまいとは言えないけど、まあまあ前川よりマシでしょ。 F よりおわー、しかった、はい、勝った。奥脇もったいない、奥脇も、あ、代打じゃないな、代打しよう、代打、代打しねえや、もう奥脇いいよ、かよ、もう安いけ、お前が投げとけ、もうお前が投げとけ、安いけ、よし、本日6打点、なんだこいつ、どうした、満塁ホームランを打ってる、うわすげえ、5打数4安打6打点。波に乗ってきたぞ、波に。このまま連勝しよう、このまま一気に連勝を続けましょう。安い毛下げて、上げたい選手も特にいないが、食べだな、ここで 0.44、食べくんを一軍に上げます。先発誰や、宮前する、今年プロ3年目に来て急成長、宮前防御率2点台、変化球がスラーブがクソ上がってる、こいつにかけていいのか、テラス上がで不調、ここは森笠のリードを信じよう、ここはやっぱベテランのね、31歳、そこまでベテランじゃないけど、やっぱ19歳よりやっぱいい味のあるリードをしてくれるでしょう、味のあるリードを求めて森笠キャッチャーでいきましょう。うまいことプロ3年目の24歳をリードしてあげてくれ。うちは前もまだまだ若いチームなんでね。よーし、いきなり4点だが、やばい、ちょっと待って、なんとか、よし、うまいこと、うまいこと、うまいことね、よし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 、よし、これでイーブン、これで3勝3敗のイーブンですね。満塁本塁打メダル、よし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 、この調子で、この調子でもう、あースピットどうしよう、田部くん行くか、ここで 0.44 男、ルーキーながらなんで抑えてるのか分かりません、打たれそうな気はします。ちょっとここにルーキーきつくねえか、誰かいねえのか、絶好調がいっぱいいる、安川くんを行かせますか、入りのもいますね、ゼフ長のやつはもう外そう、宮城もいます、安川行って入野行くか、もうマシンガン系統で、とりあえず安、とりあえず安に行ってもらって、奥脇も待機してもらう、待機しといてもらおう、ちょ、森笠で、もうキャッチャーを森笠、キャッチャー A を信じる俺は、やっぱ短期決戦だってやっぱリードって重要だからね、あのやっぱ古田が一郎を抑え込んだリード、そういう形でね、やっぱり森笠にはそういうリードを期待しております。やっぱ運要素も絡んでくるからね、短期決戦って、長期的に見たらやっぱり1年間とか通してみるとやっぱ運っていう数値はやっぱ減ってくるかもしれないけど、運の重要度はね、まあ1年ぐらいだったら運もあるか、なんとか抑えてくれ、ちょ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 、こわこわ、あー点取られた、いちょピッチャーも変えよう、もうダメだ、あー違う、ピッチャー交代です、いいの抑えてる、いいの抑えてるぞ、いいの抑えてるぞ、なんとか点、なんとか点取ってくれ、なんとかなんとか点を取ろう、チャンスで見たいな俺は、1点取りました、取ったとこで163キロ、近沢、いやあ、外野が前に来てた。これでツーアウト、ランナーは一塁二塁変わりません。ここで大脇、チャンスで1割9分8厘しか打ってません。完全に外れた。今シーズン不振2割6分17本、42打点、9番のポジションに甘えていた大脇。今は8番です。ライパチです。8番ライトです。フォアボールを選んだ。153キロのスプリットを見逃した。拓殖か、ここちょっと待って、代打は
岩上をキャッチャーにするか、ここで代打にして。だが別に拓殖より上のバッターもそこまでいねえ。こいつは別に打撃はいいからな。キャッチャーとしての能力はあれだけど。あ、そう、途中交代にしてるからか。途中交代解除しないとな。153キロの SFF はスプリットフィンガーファストボールは打てるわけねえでしょ。なんか昔のパワープロでスプリットフィンガーファストボール持ってんのって桑田しかいなかったじゃん、俺のイメージね。あと野口とかもいたか、左の中日の野口。なんかそいつらしかいなかったから、なんか SFF ってめっちゃ珍しかったから、子供の頃ずっと俺スプリットフィンガーファストボールって呼んでたんだよね、パワープロやりながら。その名残で今もスプリットフィンガーファストボールって呼んじゃう。なんか言いたくなるじゃん、アルバート・プーホールスみたいな感じで、やっぱ言いたくなるカタカナじゃん。スプリットフィンガーファストボールってめっちゃ言いたくなるよね。アルバート・プーホールスも言いたくなるよね。あと何、あとなんかカタカナの長い文字で言いたい文字ってある？言いたくなる文字ってなんか結構あるよね。言いたくなる文字ってカタカナの長い言葉って結構言いたくなるもんね。よいしょー、やったー、一気に日本シリーズです。日本シリーズ相手は中日、あ、くしくも2位対決になりました。それでは今日はここで終わるか。日本シリーズの説明はいりません。なぜなら日本シリーズで優勝するからです。それでは今日はここで終わります。見てください。皆さん、ありがとうございました。バイバーイ。